やっぱどうですか今年のメンバー。ピッチャーが気になってしょうがなかった。最初からピッチャー、はい、左3枚の名前、はい、名前を見た時に、はい、中川、はい、岩崎、はい、それで左で大野、そうですね、でこれ3人が3人ともさ、シーズンの成績見ると今年苦労してんだよな。非常に状態としては、はい、本来いい時の姿から言ったら半分いってるかいってないかぐらいの状態じゃないかなという感じがしたの。大野、それから中川、岩崎かな、うん、でやっぱりね、左の存在ってでかいんだよね、ピッチャー陣の、うん、起用法として。左苦手な国って結構多いんだよ、やっぱり。日本もそうだけど、意外にいいピッチャーで左がいると手こずるなって攻略する。いわゆる左バッターでいいバッターがいるってことですか。まあ、それもあるんだけど、はい、でも右でもやっぱり、ね、嫌がるバッターっていうの結構いるじゃん。俺も左嫌いだったんだけど、うん、そういう国柄があるんだよな。へ、うん、情報の中に、はい、うん、やっぱりどっちが嫌かっていうと、うん、左のいいピッチャーがいる国の方が嫌だってね、いうふうに日本ももしかすると考えるところがあるかもしれないけど、うん、その割には少ないんだよな、左が。今回は早川とかさ、はい、あの宮城もう、うん、抜群にいいピッチャーがいるじゃん、状態としてね、はい、だそういう名前がほとんど出てこないで、うん、なんか今までの流れの中で、うん、ある程度決めてたのかなというピッチャーが出てきた時に、うわー大丈夫かなこれっていうな。すいません、うん、その選考は、うん、稲葉監督中心にコーチングスタッフで決めるんですか、うん、それともそう、ほとんどそう、ほとんど年間ずっと視察しながら、はいはい、それで、この選手この選手っていうふうにやっぱり、何か取り上げながらさ、うん、で最終的に選考して今の状態も含めて決めたんだと思うんだけど、その割には不安材料多いなって、いい状態じゃないよなって、今一つだよなって、まあ、菅野にしてもそうじゃない、はいはい、うん、今年状態としてはさ、今までの菅野を判断基準にしたら、うん、うわー選んでいいのかなっていうふうに、うん、不安がってるファンは結構いると思うよ、はい、うん、多いですね、うん、だから今まともに、まあ、森下とかさ、この辺りはいいよね、うん、はい、うん、で山崎康晃も本人も不安になるんじゃないかと思うぐらいね、うん、状態としてはさ、はいはい、真の抑えになってるわけじゃないじゃない、はいはい、抑えは三島じゃん。そうですね、DeNA を見ただけでね、はい、だから今までで出てきて WBC までの流れの中で代表になってるけど、うん、実際今年の戦い方の中で戦える選手なのかどうかってことだよな、うん、やっぱ守んないと、うん、ピッチャーだから、ピッチャーでどこまで守って、それで点は取れるけど、それ以上点を取られたら野球は負けるんだから、はいはい、うん、そういう流れを考えたときに、うん、今の守りの投手陣で大丈夫かなって不安材料あるよな、うん、俺は。でも山崎のこの落ちるボールはやっぱり外国人選手に落ちない。今落ちてない、まっすぐの勢いもないから、だから空振り取れないじゃん、うん、うん、あの状態っていうのは本人も一番不安がってる部分だと思うんだけどね、彼のいい時俺一番知ってるから、うん、だから余計彼の立場になって考えちゃうと、うん、不安なままマウンドに送りたくないよな、うん、オリンピックの場合は、まあ、そうですね、我々も見たい、そういうの見たいですね、そうそう、やっぱりきちっと仕事をしてもらえてさ、うん、日本の野球のレベルの高さっていうのをバーンと見せつけられる選手で代表選手になってほしいしな、うん、でそういう選手がいないんだったら別だけど、うん、まだいると思うんだ俺、はい、今年の流れを見た時に ね、もう平良なんか典型的じゃん、はい、うん、で栗林もな、栗林1年目ですけどね、この間点取られたけど、はい、点取られたことによって少し不安な状況は見えてきてるんだよな、栗林は、うんうん、だからこの辺りの状況判断というのもある程度やっていかないといけないんじゃないかなっていう俺の中の気持ちがあるのね、うんうん、お前見てどう。いや、その通りですね、やっぱり山崎が一番不安に感じてるでしょ。逆にですね、うん、そう今調子悪いけどこの人間はよっしゃやっとるわというふうに自分をこう前向きに捉えられていける人間なのか、うん、それともやっぱり不安が先行してしまうのか、うん、そんなことなのか。人間性から言ったらいけるタイプだよな。あ、そうですか。そうそうそう、うん、これもうそういうショートイニングとかそれだともう絶対俺が行くんだっていうぐらいの、うん、そういう積極性っていうか、うん、戦う魂は持ってるタイプの男よ、うん、中川が多分辞退
だと思います、巨人の中川。中川はもうこれは故障だからね、はいうん、で状態もずっとそんなに良くなかったから、うん、それがあの故障という形で出てくれて良かったんじゃない、うん、逆に言うと、はいはいはい、チームに迷惑をかけるような状態でそのまんま残っても決して良くないから、うんはいうん、これは早いうちにそれを言ってくれて良かったなと逆に思うね、うん、俺なんか、はい、だから代わりとしたら宮城、本当は宮城あたりが俺選んでほしいんだけど、うん、打ち取るボールありますよ、うんはい、何でもいいボール持ってます、うん、宮城か若いですけどね、うんうん、あと菅野はちょっと心配ですけどまだ一軍に登録されてませんけど、うんうん、でもこれはね本人がやりたいっていう気持ちの強いやつだやっぱり、うんまあ、彼もなんか見ると気持ちが出るタイプですもんね、うん、そうそう、はい、だからどこまで、でもこの時期でまだ一軍登録されてない試合が7月の1日、うん、で1戦目が7月の28かそうです、ね、確か、はいうん、1ヶ月あるんだけど果たしてそこまで彼らしいピッチングができるように復活できるかどうかっていうのはねすごく不安だよね、うんうん、でもそれまでやっぱ待とうというまあでもねそういった、稲葉監督中心にスタッフがずっとこう1年間何年か見たんですからねいやずっと 見続けてきて、うん、このメンバーになったのはもう間違いなんだけどね、はい、だから周りから見てもおいいメンバーだなって思える部分ってさ、うん、出てきてほしいじゃない、うん、でもだってこれ、うん、あほら枠がないんだから、うん、本当のドリームチームを形成できるわけだから、はいはい、状態のいいやつ力のあるやつを優先して選べるわけだから、うんうん、この野手の方、うん、野手の方だったら行くか1番から1番から行ってみるかえ、うん、俺ギータ柳田柳田行く柳田当然行きますよお俺もどの国でどの国でもぶち当たっても、うん、この相手国にプレッシャー与えられる1番バッター、はい、他にいないよ、うん、贅沢でしょ1番バッター柳田ギータまあね、うん、ほんで この WBC でも何でもさ国際大会でさ結果出し続けてる選手はこいつしかいないんだよそうなの、うん、ギータの存在はでかいよ、うん、あのムードを変えてくれるっていうかさ、はい、プレッシャーを跳ねのける空気を作ってくれるっていうんであれば俺はギータの一番っていうのは最適だと思うけどな、うん、象徴ですよ象徴意外でした3番とか4番にしろとか言うんじゃないですねいやいやいや1番だ俺だったら1番に行く、はいうん、柳田行ってちょっとあれ変えてよ、うん、柳田1番中畑清が組むオーダー、うん今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます111ピンピンピン